起きてからの1時間、あなたはどんなことをしていますか？二度寝？二度寝って気持ちいいよね。でも二度寝をしたらさ、ちょっと生産性下がる気もしない？この動画ではね、僕が二度寝をしない朝のルーティンをね、詰め込んだ習慣の動画となっております。かなりね、リアルなところを撮影しているので、え、こんな感じ？ナースケの私生活ってこんな感じなの？っていう方ね、ちょっと待って、本当にでもこんな感じだから。理想と現実はね、ちょっと違うかもしれないけれども、この動画でね、8分で動画に詰め込みましたので、ぜひね、真似してみてください。おはようございます、ナースケです。今日はね、起きてから60分どんなことやってるのかっていうね、朝やってることをね、リアルに動画にしたいと思います。朝一はね、体重を測ります。僕はもうここに体重計がいつもね出てるので、でも測れる。ちなみに今の体はね、こんな感じです。2分10秒待ちます。この間にね、僕はコーヒーを準備して、最近はね、このね、パックのちょっと飲んでます。コーヒーメーカーもあるんだけど、コーヒーを大量に買う機会があったので、これをね、ずっと飲んでます。もうご飯作ってる間ずっと立ってるんだけど、立ってると目が覚めてくるから、僕はね、あんまりここでね、座らないようにしました。立ちながらいろいろ作業する。オリーブオイル、鮭を焼きます。上手に焼けました。白米 200g。 ってことでね、朝ごはん完成です。これは昨日作ってもらったトマトカレーの、トマトチキンカレーみたいなやつだね。いただきます。おいしい。ごちそうさまでした。これはコーヒーです。だいたいね、この後すごい立つのがだるくなったり、もうお米食べてるから寝たくなったりするんだよね。二度寝する方はこのご飯の後に寝るって人は結構多いと思う。そのために僕はね、プロテインを今作ってなくて、寝るよりも僕はプロテイン飲みたいから。じゃあなんで朝ごはん食べてんの？ちょっとタンパク質を取るために僕は朝ごはん食べてるわけなんだけど、じゃあプロテイン取らなかったら朝ごはん食べる意味ないじゃんってなるので、僕はね、このあえてプロテインを作らずに自分でね、このご飯の後に立つっていう、その環境を作ってます最近で。この辺でね、ビタミン系は飲みます、食後ね。今日はね、マジでかなりリアルな朝をお届けしてます。僕の毎朝はいつもこんな感じ。じゃあこのままね、洗面所に向かいます。よいしょ、よし。ここはね、目覚めるポイントですから、このまま頭を洗う。まあなんかいつの間にかちょっと脱いちゃったんですけど、まあこういうのもあるあるです。こういうね、アイロン、うちにはここにあるけど、これあったかくなるまで時間があるから、僕はこの間にね、化粧水と乳液をしっかり塗ります。乳液、まあどういう効果があるかはね、正直わかんないんだけど、いいって言われてるからやる。肌はね、綺麗な方が嬉しいからね。散らかりまくってるから、まあ、これをね、綺麗にする。
これでベッドメイキング OK。 そしたら見て、アイロンがね、もうあったかくなってる。こんなことやってたらもうね、めちゃくちゃ目が覚めるわけ。毎日いつもの髪になりました。そしたらまだ座らないで、すぐ着替えます。よし、はい、だいぶもうね、もう目は覚めてる。これで二度寝しようとか思わないから、もう常にね、立ってるっていうのは大事ね。動くんじゃなくて、まあ立ってる。最近は朝散歩やってないんだけど、これなんでやってないかっていうとね、ちょっとね、減量初期みたいな食事になりつつあって、で、そうなった時に、まあね、なるべくね、カードは残しとこうと。停滞期来たら、朝散歩またやろうかなと思って、ちょっと封印してます。インスタでね、早起きしようキャンペーンをね、ずっと毎日やってんだけど、こうやってシェプモにつけてもらって、僕のタグをつけてもらえると、ここにね、表示されるんですよ、朝で。みんなこうやって起きてるから、一人一人ね、こうやってね、炎のマークをね、送っていくという。こんな感じでね、朝みんなとね、早起き同盟を組んでます。よかったらね、みんなもね、シェプモニってつけて、さくらさんのね、継続同盟とかもついてたりするね。で、僕のタグつけてくれれば見れるので、リアクションしに行きます。ぜひ待ってます。寒いからね、足元にね、これヒーターがあるんだけど、これでヒーターをね、まだつけてます。まだちょっとね、寒いよね。これでね、仕事をする準備が整いました。これでもう開いて、ビビビビビってやるっていう。まあ所要時間ね、まあ40分ぐらいかな、30分40分ぐらい、アベレージだいたいね、30分ぐらいでここまでね、来れたらいいなって思ってます。ってな感じで、僕のね、結構リアルな朝の習慣でした。よかったらね、みんなどんな習慣やってるかコメント待ってます。まあね、こんだけやって、おいおいおい、朝ね、こんなに強いの、なんすけ、めっちゃ朝強くねって思う方ね、結構いるかもしれないんですけど、まあそれね、誤解なんだよね。まあ僕めちゃくちゃ朝弱いし、本当に全然朝起きれないタイプの人間なんで、なんならね、これ毎日やってるって思うでしょ。本当に朝マジで眠い日は二度寝します。理想の体はみんな違うをコンセプトに、炎のマークが描かれたアパレルも販売しています。よかったら概要欄から詳細をチェックしてね。